ST のゲームスタジオバシャンおいおいカラクリゴエモンっていうダンジョンがありまして、うん、まあ、壊滅級でまあめちゃめちゃ難しいんですけど、うん、それを初見プレイでクリアできるのかと。ああ、もう何も情報を仕入れずにね、はい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 、いきなりやってみて、あの攻略データとか一切見てないんで、うん、もう全く初見です本当に。この状態で勝ちを目指そうとそういうことでございます。まあできるでしょ。やっていきましょう。はい。いやマジでね、やったことないからね。うん、どんなやつ来るんだろうな。10回とか長げ。あ、こんな長いの。長いね。うわ。あ、もうこれ大っ嫌いなんだよね。え、何これ、俺初めてだ。色が変わるんですよこれ。うん。あ、でそうだ。あ、そうだ。こんな感じで色変わっちゃうから。やばいんだよね、結構。お、強っ。え、危ね。え、強っ。スキル使った方がいいな。使う。これもし倒せなくても回復さえしとけば、こいつの攻撃だけだから。ああ、じゃあなんかラーとかでも使っとくとしても。そうだ、ラーだ。あ、いいよ。うわ、で、闇の跡だけど。ゴー。いいんじゃない。なんかパズルしてる時も色変わっちゃうから、うん、まあ指結構長いから、うん、揃ったらもうパッて離せばいい。あ、そっかそっかそっか。あ、今、あ、今日だ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 持ってるね。今日だ今日だ持ってるな。え、これだる今のやつ。そう、これが大変なの。覚醒向こうとかあんの。俺やべえんだけど、それやばいやばいあー、これあー、ラッキー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 。あー、いい。あ、オッケー。うわ、覚醒向こうしんど。あー、軽減打っときゃよかったかもな。またこいつかよ。そっか、覚醒だしきついな。あー、いや、うんうん、まあ、いいでしょ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 。いや、これはえぐいぞ。これは、待って、しんどいな。でもこいつ強そうだね。あ、これあれだ、覚醒向こうで体力ちょっと減ってるんだ。あ、そうなの。そう、こいつ回復、あれ、そうかな、多分そうだと思う。わかりました、じゃあちょっと。あ、あるの、なんか対策します。闇メタ入れます。何、覚醒向こうになんかあんの。こいつ闇メタに緑おでんのスキルを継承させて、こいつ覚醒向こうボタン回復しますから。素晴らしい。よし、行ってみよう。あ、使えますね。あ、で、使おう。オーケー。でも、これがちょっと超暗闇だっけ。そうそうそう、じゃあね、うざくね、これ。なんか覚えていかなきゃいけないから。そう組んでまあどうかな。7コンボか。もう一個来て。あー、しんど。はい、で、あぶね、あぶね。あ、でも俺ここで、あぶね、ここで沈めんと俺負けだわ。そうだね、惜しみなく使っていきましょう。そうだ、ね、お、あ、いった。はいはいはい、まあ6面待ち。うまい。あ、オッケーオッケー、上手。あ、上手上手上手。はい、オッケーでーす。オッケーでーす。はい、さあどうでしょう。あー、こいつか、強そう。なんか強そうだね。読み言っとく。あー、もう使っちゃおう。惜しみなくね。あ、ここはもう使わせていただきます。さあ、思いますぜ。はいはいはい、まあまあ5秒だからね、うん、こいつつって今まで散々失敗してきたんだよ俺は。おいよ、お待ち作ってね。これでいいでしょう。あ、いいっすね、はい、よし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 、まあこれいければでしょ。いければ
これは突破した。さあ、オッケー。はい、次、折り返し。てか、ボスがね、吸収、ボスが吸収だったら、うん、のために、風神は取っておきたいよね。取っておきたいね。うざいです。はい、はい。ああ、いいよ。ああ、とりあえず、とりあえず。ああ、落としても決めていって、あ、いいね、決めていって、オッケー。これいいんじゃないですか？もういい。ペースいいよ。これ結構いいよ。あ、ああ、こいつめんどくさいやつだ。根性ね。うわー、こいつか。あ、でももうこれさ、うん、回復盾に組んで、うん、倒す感じでいいか、これ。うん。いっちゃう。位置がちょっと、折れたんで。いきまーすー。どう？いいよ。いいね。これどうでしょうか。これどうか。いや、うまっ。もう一個。あ、弱いね。お、根性剥がれた。剥がれたよ。根性剥がれたよ。次が怖いね、うん、先生来たらマジ怖いから。あーでも使えるスキルもなんか微妙だね。サリアってうわ悩む。あ、パスすんのもありだね。パスしよう。パスあり。俺ならターディスで、うん、いけるからパスしよう。いやー難しいわこれ。なかなかえげつないダンジョンだわ。あ、ちょっとマッチ作れなかった。まあとりあえず突破しましょう。うん、まあいければいければ。 OK さあ次は7回。あ、出たー。光闇吸収。うわ回復も重ねるとこいつら。でもね、闘技場で戦ったことありますから、とりあえずサリアで回復しようか、うん、あ、でも待って、これでさ、うん、あ、光吸収。光吸収もあるよ。さすがに火だけで勝てねえよな、まあ、サリアの副属性だけで勝てないよねこれ。絶対より1体しかいねえし。まあとりあえずこれでコンボ組んでみようか。いや、こいつ強いな。おお、いいね、9コンボ。落ち込んで水。そこ風神7コンボ強化あるからめっちゃ。あ、そういうことか。それで焦ったんだけど今シュンいったから。これ熱い。あ、これやばい。この回しかないんじゃない。これもうこの運を味方につける。これ運味方にしてるよこれ。あー、すごい。うん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 、いいよいいよ。7コンボ盤面でした。またかよ。いや、いけると思うけどね。よし、よし、いった。9回まで来たよ。来たね。ギガントボディ。うわ、なんか強そうだな。でも待って、でもただの6コンボ吸収なだけ。俺のアヌビスは三色陣食わせてるから。あ、じゃあもう、じゃあ使うね。じゃあもうそれ、毒が残っちゃうんだよな、使ったところが。まあ、いっか、うん、よっしゃ、行こう。よっしゃ。これで恭平がワンパンして、俺がボスのあいつをワンパンする。いけ。オッケー。いや、うまいね。オッケー。まあ、今日いいね。オッケー。で、いけ。あ、いや、つぶす、つぶす。あ、いって首つた。バズドラの途中で首吊るやつ初めて見た。首つた。死なねえんだ。まあ死なねえのはいいけど、ギリギリ残るんだ。あぶねえ。完全に俺もう死を覚悟したわ。案外弱かったね。
うわ弱かったね、こいつ。うわいって危ねえ危ねえ危ねえ。じゃあ、よかった。じゃあ、いきますよ。うん。はい、はい。いってこれは行きたい。ぜひぜひ行きたいね。はい。はい。いいでしょう。ちょっと今危なかったけど。まあでも、この体力こんなもんだからね。よしよしよし。はい、よし。よっしゃ、ボス来たぞ。ラスト俺か。ボス来たぞ。根性来てる、根性だよ。あのね。うん。終わり。終了。終わり。うん。クソ、待って。軽減欲しかったね。いや、こんなの初見無理やん。いや、初見無理やん。だったらずるい。いや、これはずるい。これはずるい。これずるい。俺抗議しようかな。いや、だってさ、だってさ、こんなの分かってたらさ、俺闇メタって軽減持ってんのよ。うん。俺使ってたし。こんなの分かってたら俺、闇使ってたし。いや、だから今回は、あれですよ。負けじゃないです。負けてない。負けてない。俺ら負けてないよ。うん、むしろ勝ってる。そう。圧勝してる。逆にって、うん、逆に勝ちってところあるよね。勝ってる、勝ってる。そうそうそう。うん。だって、こんなスキルさ、残った状態ですよ。負けるわけないです。まあでも、もう分かったからね。どんなやつかっていう。まあそうですね。次はいけるんちゃう。うん。やんねえけど。やんねえ。今日はここら辺で終わりです。はい、面白かったらチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。